車は雲海兵に占拠されている。速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。始めんじゃねえ。集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。手が込んでるね。こちらザックス。ザックス、順調か？アンジール、どうなってるんだ？シンダの兵士が敵だなんて。奴らは偽装した雲海兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。八番街の方だね。ああ。だが、それにはまず、駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよね。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。Activating combat mode。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。you
Activating combat mode. これならどうだ。敵に後ろを見せるとは、よほどの自信家か愚か者だ。どうして くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。
さすがアンジル。訓練中止。なんで？マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザックス。夢を持て。ああ。英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。うん。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ。目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。うん。我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにする。て、ウータイ？ああ。この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール！大好きだ、アンジール！俺に恥をかかせるなよ。はっ！準備が整い次第、すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。よう、ザックス、何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘だよな。
トレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。メール読んだか？メール4。どうよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。そんなことないって。ま、必要な時に読めばいいさ。それとさっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あとミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。
ほら、このミッションボードに情報を登録するんだ。せっかく登録したんだから、腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだな。行ってみるか。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあれば、チュートリアルメールで確認するといい。